Hi there, it's Yuki. 1月27日日曜日、今日のニュースはもちろん大坂なおみ選手全豪オープン優勝、そして世界ランク1位。これをですね、海外の人から見るとどんな風に、まあ、みんなコメントしたりとか、思っているのか、今日は少しご紹介していきたいと思います。 Yahoo スポーツの記事です。この記事、そしてコメント、特徴として大坂なおみさんの記事なんですけども、セリーナ・ウィリアムズに対するコメントがとっても多いんです。ここがですね、ちょっと面白かったポイントです。ではいくつか読んでみたいと思います。 Congratulations to Miss Osaka, the torch has been passedBy the way, the name of Serena Williams appears twice in this article. That is two times the many. ということで、The torch has been passed. これは pass the torch でバトンをつなぐ。まあもうね、時代はナオミさんの時代というか、バトンはもう引き継がれたねということですね。ただ、by the way, the name of Serena Williams、 これ大坂なおみさんの記事なのに、セリーナ・ウィリアムズの名前がこれ2回もこの記事書かれてるけど、ちょっと多すぎじゃないですか、多すぎるよねとか、 It's very nice to see a smile on Naomi's face after her win instead of that fiasco at the US Open. Congrats。 今回なおみさんが笑顔でね、授賞式というか今回優勝して笑顔になったのはもうとっても見ている側としても嬉しいです。Instead of that fiasco at the US Open。 US Open の時のフィアスコ、これね、フィアスコ、大失態という意味ですね。海外の人にとってやっぱり大坂なおみさんといえば去年の印象がすごく強かった、そういうことが見て取れます。At least she gets to enjoy this one without the dancing bear throwing a fit。 これね、ちょっとひどい表現なんですけども、At least、まあね、最低限、she gets to enjoy this one。まあ、彼女、ナオミさんは今回の試合は楽しめただろうね。Without the dancing bear throwing a fit。これ、throw a fit で、すごくカッとなるとか、激怒する、カンカンに怒るという意味なんですけど、dancing bear、これね、セリーナのことを指してるんですよね。ちょっと表現的にひどいんですけども、まあ、こんな過激な書き込みもあったりとか、まあ、このような感じで、今もですね、リアルタイムにコメント増えていっているんですが、最後に大坂なおみ選手、ご本人は何と言っているか。これですね、先ほどツイッターの方に、彼女のツイートがありました。Words can't describe this feeling. Can't、ね、できない。Describe、表現するとか説明する。This feeling、この感情を、この気持ちを。なので、まあ、この気持ちはちょっと、とても言葉にできないみたいな感じですかね。でこのツイートもとっても素敵で、今もですね、いいねとかリツイートがもうバンバンリアルタイムでコメントも続いてます。はい、これも動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ見てみてください。